山本修行から1943年11月21日は、横浜バンドの一人で、明治時代の日本キリスト教会の牧師、教会師や、丹後峰山藩士の家に生まれる。1873年8月に、SR ブラウンが修文館の教師を辞職して、伝道者養成のために、ブラウン塾を開く。山本は、押川正義、伊深梶之助。 上村正久、熊野雄七、本田陽一、島田三郎らと一緒に、ブラウン塾で学ぶ1877年に、東京一致新学校が開校されると、ブラウン塾からは、山本、イブカ、上村らが転校し、第一期生になる。デイビッド・タムソンのタムソン塾からは、瀬川朝、服部ト三、蔵、青山昭三郎、三浦徹ら学ぶ。 山本は卒業後1885年に高知教会初代牧師に就任した。その後横浜住吉町教会、大阪東教会などの牧師を務める。1908年より明治学院教授として教会師の講義をした。また、高知町教会の牧師を務めた。山本は教会放棄に詳しいので日本キリスト教会大会初期や議長を務めた。 日本キリスト組合協会との合同運動についても中心になって働き、外国のミッションとの協力関係、日本キリスト協会憲法規則改定でも重要な役割を負った。ありがとうございます。